こんにちは、テラテラです。今日ね、まあ多分ウィーク18、多分年内最後かなと思うんで、店舗抽選来ましたけども、つなぎを今回狙ってるんですけれども、カモの、まあ、ディッキーズのつなぎのカモの M はそもそもちょっと店舗に入ってないっていう情報もありますんで、まあちょっとサイズ感をちょっと見たいので、まあ、他の色は余ってるみたいなので、M と S 両方着て、まあ、オンラインで、頑張りたいなっていうふうに思います。はい、じゃあ店舗行ってきます。はい、店舗行ってきましたけどもね、つなぎのカモはもう全部なくなってましたね、 S サイズも。で、代わりに黒のつなぎを、ちょっと試着 S と M させていただいたんですけども、多分ね、僕身長168センチなんですけれども、168で、まあ、S サイズ全然入りました。で、入ったんですけど、ちょっとお腹周りですかね、ちょっとそのあたりがちょっと、きつかったんで、まあ、M 試着したら、まあ、ちょうどゆったりと着れるような感じだったんで、ちょっと丈がねどうしても長くなってしまうんですけれども、まあ僕の場合は M かなと思いましたんで、M をオンラインで狙いたいなと思います。
ということでね、ウィーク18、店舗とオンラインの方、行ってきましたけれども、まあ、店舗の方はね、まあ、330人ぐらい並ばれてて、150番ぐらいで入店しましたけれども、まあ、私が入った時には、もう、ディッキーズの、つなぎのカモなんかはですね、もう全部なくなっていました。で、まあ、これは先に入った人の話だと、そもそも、つなぎのカモの M は、大阪店は、まあ、入荷していなかったというところ、ことでした。はい。で、キューブリックの方もなんですけれども、こちらもですね、大阪の方は 100% の方は、まあ、おそらく100から120ぐらいは入荷されてたと思うんですけれども、1000% の方はですね、聞いた話では2個しか、入荷、店頭には入荷されてなかったっていうことを聞きました。はい。で、まあ本当にまあつなぎが欲しかったんで、まあ黒色のね、つなぎは、S サイズも M サイズもあったので、まあ試着してね、まあどっちがいいかっていうのをちょっとどっちのサイズが合ってるのかっていうのを試せたのは良かったなと思います。まあオンラインの方なんですけれども、まあ最初バタバタしちゃってですね、まあカートに入ってない状態で決済を繰り返してしまって、まあ認証なんかも出てですね、まあ買えなかったんですけども、まあ偶然ちょっと携帯見たらリストックしてるっていうことで、まあ結構長い間 M サイズと S サイズはリストックされてたんですけども、まあ、M 無事にゲットすることができました。まあ、商品の到着が非常に楽しみですね。ということでね、おそらくまあ今年最後のシュプリーム、のオンラインチャレンジ、それからまあ店舗並び、となりましたけどもですね、また年明け、初売りとかですね、ひょっとしたらウィーク19が来るかもしれないって言われてますんで、まだまだシュプリーム楽しみですよね。はい、それでは皆さん、さようなら。